小島みなみのパタパネ女子会、あなたにハピネスプレゼント、小島みなみです。おぐるのこと小倉優奈です。よろしくお願いします。かみさんこと神アンナです。お願いします。3人がお邪魔したホテルロータス豊中店には、なんとリムジンでの送迎プランが。ゴージャスな気分で女子会へレッツゴー。テラスでバーベキューを楽しんだり、スリル満点のウォータースライダーも。みんなで楽しめるアミューズメントコーナーにゴルフシュミレーター、さらには IH キッチン、そしてそして露天風呂まで。今回の女子会テーマは浮気の境界線ってどこ？心の浮気、体の浮気、どっちも嫌やけどな。ってなわけだったけど、私的には相手に嘘をついたら浮気かな。さすが先輩。そんなことね。嘘ついてるイコールやましいじゃん。まあ間違いないです。そうだから、たとえ相手が男性で、うん、男友達と遊んでくるって言ったのに、うん、違う男友達と遊びに行ったら、もう私は浮気。それ、あ、男でも、男でも浮気。もう嘘な、何があるか分かんないから。コジさんってすごい誠実な人好きそうだなってずっと前から思ってたんですよ。そうなんだ。本当に。かみちゃんは、私はさっきランキングにもあったんですけど、もうセックスしたら、あ、分かりやすい。私結構鈍感だから、あの、うん、嘘とかも多分あの気づきたくないって思っちゃって、探らないようにするから、もう体の関係がもう分かった瞬間にもう浮気。どういう時気づくの、そういうの。多分もうそれこそ匂いとか、なんか変な領収書とか、分かんない。領収書、それこそラブホのレシート出てきたとか、そう、なんかライター出てきたとか、あ、もらったんだみたいな。もう嘘つけって、それはさすがに言うかもしれない。さすがにわかるよね。オグはセックスしてても、うん、嘘をつかれててもいいんですよ。あの、私が1位だったら、はい、それが彼の中で順位が私が下になったなみたいな、こうなんか他の女が来たなみたいに感じたら、うん、あ、ちょっとこれは浮気されてるんじゃねえかみたいな、ね、絶対なんとなくさ気づくよね、うん、気づいちゃいますね。女の感じゃないけどさ、うん、お、なんかそんなにライン前来てたっけ、うん、お、携帯持ってくんみたいな。あ、ある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 。絶対気づいちゃうよね。セックスしててもいいって言ったけど、うん、なんかちょっとゴムつけたかだけ気になる。あ、そこ？ね、なんで？ゴムつけただけ。え、ちゃんとゴムつけた、うん、それ確認するの？気になっちゃう、気になっちゃう、気になっちゃう。ゴムありだったらセーフ？粘膜接触じゃないからいいかなとか。くっついてるよ。くっついてるよね。くっつく、うん、寂しかったのかなとか思っちゃう。人肌が恋しい。オグちょっとずれてるな。ずれてる、やっぱちょっとずれてる。なんか私、あの、このパジャマで女子会の YouTube、うんうんうん、結構あの出させてもらって、うん、なんかこうコメントとか見るんですけど、喋、うんうん、ってることとかも傍から見ると、なんか私やっぱずれてるなって思ってて。嘘だね、自覚があった。これに出て気づきました、ずれてるなっていうことに。でも私は Going my way。 イエーイ。いいと思う。素敵だよ。今回のパジャマで女子会はホテルロータス豊中店からお届けしました。みんなも遊びに来てね。